今度はシールドが分離した。ノーマルモードだ。グロミネンスシールド倒せ。バルティよっしゃ、それだ。命中できなきゃ意味ないのだ。シールドはローステージへ。さすがバルケリー、シールドのアタックをかわした。え、しかしそこにはフェニックスが待ち構えていた。あバルケリーがローステージに落ちていく。ほう、あれは落とし穴にはめる作戦だったのか。こうなったら下で待ち構えてバラボロにしてやれ。そうよバルト、まだまだこれからよ。バルキリーの動きがおかしい。何なんだ。バルキリーが不自然な形で同じ場所にとどまっている。何が起こってんだ。さあこれはバルキリーがフェニックスの落としたシールドの中にはまり込んで動けない。シールドに捕まったんだ。フェノメノの罠だ。今攻撃されたらヤバいよ。ハイステージのフェニックス、まだ動く気配がない。そのままバルキリーのスタミナ切れを待つつもりか。おいフェノメノ、いつまでやってるのだ。早く決着をつけるのだ。ピンフィニッシュ狙いかよ。ラシャド、このバトルはどうだ。バルキリーは何もできずに地獄に落ちていくんだ。どうだ、これでもつまらないか。お前のバトルはつまらない。